信じられない、内緒でアルバイト続けてたなんて。ごめんなさい、でも約束通り1位は取ったから。ほんとよく頑張ったわね。私ね、今まではお母さんに甘えてた。お母さんの言われる通り勉強さえしてれば多分大丈夫だって。でもね、バイトしてみて分かったの。いろんな出会いや経験が私の未来を作っていくって。だからこれからのことは自分で決めたい。そろそろ進路も考えなきゃいけない時期か。私はこのまま編集部で仕事がしたい。俺はやっぱ音楽だな。ゆいはどうするの？私は経営学部に進みたい。カフェでバイトしてね、人の笑顔が生まれる場所を作れたらなって思って。すごい、ゆいっては意識高っ。そうかな。ああ、なんか緊張する。いいから早く。わかった、じゃあ流すよ。これお前のこと考えて作ったやつ。自分はどこか遥か遠くから孤立に突破。これで何ための告白、まだまだ序章の序章で